皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、5月の13日、13時27分、最近のプロ野球についてなんですけども、まず横浜 DeNA の皆さん申し訳ございませんでした。プロ野球速報とかでも今までその嘘の表記をされてたこととかが結構あったんですよ。試合終わってるのにまだなかなか試合終わってないような形で、こう、もう今日月曜日なので、こうやって笑いながら喋りますけども、その、9回のイニングまで来て、3対3で、その、プロ野球の速報とかをインターネット上で見たときに、時刻21時25分ぐらいですよ。9回まで来て3対3でまだ試合終わってなかったんですよ。さすがにこれはないやろうと思って、それでもそれぐらいの時間帯にもうご飯食べたんですよ。まずはその後4対3で阪神タイガースが勝ってるんですけども、あのね、いやだから横浜 DeNA で勝ちに行ってる方なんですけど、ちょっと気持ち悪くなってるんですけども、この溝落ちのあたり、お腹の部分で、その、背任行為ではないということをしっかりと言っておくと、その、それは今までのスポーツの勝ち負けで、こうね、言葉のワードは組み上げる途中とかで、こう頭の中の行き先が相手選手とかに行ってる、その日本代表というチームの勝ち負けを行ってきていた以上、12球団に影響があるとか、まあそういう部分がありますんで、リーグで、このこと。リーグというか、そう、じゃあ、訂正、プロ野球機構、プロ野球機構。日本プロ野球、まず日本プロ野球機構、結局、まあ、世界とどういうふうにつながってるのか、うんぬんとかの部分はあるんですけども、それで最初の1戦目、横浜 DeNA なんですが、申し訳ございません、本当に。これで阪神タイガースが勝っていたら、なんかね、僕は嘘言ってるみたいに見えるじゃないですか。で、もう昨日の2戦目、昨日じゃない、5月11日の2戦目についてなんですけども、まあ、現地でね、その、石川県のその能登半島の大地震について、七尾市や、穴水町を、撮影してるんですけども、まあ、穴水町の撮影が終わった後、まあ、戻ってきて、で、穴水町の撮影が終わった後、その電車で戻ってくる前の時刻が17時前だったんですよ。で、まあ、電波で、まあ、いろいろ、まあ、スポーツの箇所変更、そこそこ、まあ、気にしながらの行動だったんですけども、それでね、今日ぐらい、やろうと思って、電車の待ち時間でソフトクリーム食べたんですよ。いやもう、岡田監督もあれが、あれってもう淡い圭介のことだから、心の声とかコンピューターも分かってるはずだからって、その岡田監督の度合いもあるからということで、まあ最後、横浜 DeNA が逆転して勝ってるんですけども、9対11の試合なんですよ。で、七尾市の和倉温泉から、まあ、和倉温泉までが、こう、JR が繋がってるんですけども、そこで、能登鉄道に乗り換えるんですが、その、待合席のところに、僕の、高校生の子、中学生の同級生だった長安信弘というものが、現れたんですけども、その時結局僕気がつかなかったんですよ。そんなところに急に現れると思ってなかったから。で、彼が帰ってから、最初見た時現地の人かなと思って、やっぱり1月1日の16時過ぎに、震度6強の地震が発生したで、これで間違いありませんかと聞こうかなと思ったんですけども、その前の商店の人とかに聞いて間違いがなかったので、あと、JR の特急券の、購入だとか、手続きをされる方たちにも聞きましたので、そこでも、
ただその人はね、何回か見かけたことがある人で、そこでも現れるかっていうような形の人かと思うんですけども、能登、JR のあの、かがり火特急っていう金沢駅から、その能登鉄道までの、特急列車なんですけども、昔のことをいつまでも気にする方が、アホとか、アホって言ったのかな、バカって言ったの、アホって言ったのかもしれないですね。それね、他の鉄道員の人でもそれ言う人いますんで、特急券なんか。どういう意味で言ってるのかはまずわからないんですよ。何の券のこと長安信弘の件のことなのか。で一応ね、彼は、フルーツラーパーク、1998年前後にも働きに来てるんですけども、彼は阪神淡路大震災の被災者で、僕と同じ神戸市兵庫区の出身でね、その後建築業、マルショー建設って、丸くて正直って書いて、マルショー建設っていうところで、就職して、建設業一本で、働いてきたんだと思うんですけど、長い間、連絡がないので、わからないんですけども、昔、その未来からの時間軸からの声とかで、能登半島で大きな地震が発生してる話だとかで、で、もうさすがにその頃には、そうね、長安の信弘に向かって、さすがにその頃にはもうそれなりの年齢やし、ちゃんと言って被災者の人たち助けたらなあかんわと、そういうふうなことを言っていて、現場に現れる現れないの話で、それどこであったらええって両方とも場所は分かってない時点で、俺ら石川県行ったことないけども、この時点でどうしたってその時が来たら分かる。そういう話をしてるんですけど、その彼はもともとサッカー部なんですよ。で、サッカー部で、横浜ベイスターズの得点が最終的に11対9、野球のナイン。僕の撮影も仕事みたいなものなんですけども、YouTuber としてね、そのお金が入ってくるようになったとしたら、とするのであればですよ、まだ過去365日を遡って3000時間とか4000時間到達してませんから、とりあえず登録者数の方たちは500人を現在超えています。1000人まで、いずれ届くかもしれません。そういうふうな部分の影響があったのかなかったのかの部分で、11、11、あとね、その1998年ぐらいに、その長安信弘が神戸市ホテルフルーツラーパークに、働きに何回か来ていた時に、そのサッカー界の話とかも持ち込まれていたんですね。テレビ局等も含めて、サッカー界も含めて。で、その時に横浜 F マリノスとフリューゲルスが合併して、神奈川県にサッカーチーム2つも作っちゃダメだと、大阪も2つもダメだというようなことを言ってたんですけども、遠藤、元日本代表選手の遠藤、ガンバ大阪にいた。彼ももともと淡井圭介と会ってから日本代表になってます。会おうっていう声が聞こえてきたんですけども、大阪の話を今したときにね。その話はとりあえず置いといて、いろんな話がごちゃごちゃになってるんですね。僕もいろんなこと言ってますから、そのオリックス・バッファローズをずっと3年連続ぐらいで優勝をしてたわけじゃないですか。それ多分サッカー界といろいろあるでしょっていうことで。だいぶややこしい部分もあるんですけども、5月11日に関しては、横浜 DeNA が勝ってるんですよ、そこ。電波での受け答え云々があったりだとか、撮影終わった後、七尾市の七尾駅の近くのルートインっていうホテルに宿泊して、結果とか、動画とかで、見たんですけども。その日の、夜に、アジアチャンピオンズリーグなのかカップなのか、クラブチームの方ですね、横浜 F マリノスさんが、決勝をしていて、1対0で負けていると。そこ、
まあ長安つながりなのか、まあ僕なのかな、なのか、もうよくわかんないですけど、そこ5位に2対1で勝ちに行って、まあ勝ってるんですけども、まあ、アルアインというチームとか、まあ、他国でも同じような状況がいっぱいあるんじゃないですか。イギリスさんがどう考えてもサッカーチームたくさん作りすぎてるでしょ。何々リーグ、何々リーグ。ラグビーあれ。あんなチームって代表の出方してみた。もうみんな絶対笑うから。イギリスという一つの国で、その国の代表チームは一つだけにしとかなきゃならないのに、イギリスの各地方で、ウェールズ地方とか、何々地方とか、代表として出てきて、ラグビーの世界戦してるでしょ。エネルギーの残存量問題があるか、もうイギリス全滅やんっていう話。で、イギリスと関わってきた、まあ、もともとがね、ちょっと悪い話の方向でいくと、植民地の、話で、まあ、ラグビーが普及した部分もあると思うんですよ。で、そういう国が、国家代表として出てきてるでしょう。それ、いや、そこはまあ、国としての代表だからまだいいんですけども、いや、イギリスはそのウェールズ地方と、何々地方とか、イギリスとして一つのチームとして出てきてくれんかったら。アイルランドもよくわかんないんですよ。本当のところどうなのか。ユナイテッドキングダム。まあ、昔はダムが重要で、飲み水とかが重要で、まあ、王様がダムを作りなさいということで、まあ、ダムだとは思うんですけども、いろんな話からのつながりとかで、こう、新しい言葉とか出てます、できてますから、どう考えても順序で言うこと、ダムの方が重要視高いと思いますよ。まさかそれよりも優先サッカーなんか言い出すと、現実も分かりすぎてないだけだから、本当。昔も僕にこう言われてますから。それで消費税が上がってる話とか全部話し出されたら、もうどこの業界も大体終わりだから、スポーツ業界も。 まあ、その話は一旦置いといて、代表戦、その国家代表戦に関しての勝利に関して、阪神タイガースが勝たせてもらわなかったら、これは無理だっていうことを去年とか言っていて、頭の行き先とか、どうこうとか、まあそういう話とかもいろいろあって、まあ昨年日本一に阪神タイガースが2度目の優勝、まあ戦後換算でですよ。まあそういうふうな部分があって、もう難しかったのは昨日の試合なんですよ。5月12日。まあ、神戸の方に帰ってきながらですね、朝ちょっと、現場撮影した後、まあ途中で敦賀、福井県の敦賀市で下車をして、まあ、切符で買うと途中下車をして、その切符を見せればまたお金を継ぎ足さなくてもそのまま乗れるんですよ。だからそこは IC カードと、まあちょっと違うところだとは思うんですけども、まあ敦賀市で、途中下車をして、河川水門かい式ダム発電の、設置場所、少し撮影して、で、まあ、帰りは琵琶湖の左側を、撮影許可をもらいましたので、電車の中から撮影してもいいですかと、あと駅からとか、まあ、そういうことを、許可いただきまして、琵琶湖の撮影をしながら、まあ、河川、どちらかというと河川を撮影しながら、で、まあ、高島市という市が琵琶湖の西側にありまして、滋賀県の、そこに、西側の河川の中では、まあ、大きな河川がありましたから、まあ、そこはちょっと、駅降りて歩いて見に行って、撮影して、おこうと思って行ったんですけども、石川県を離れる頃に、まあ、だんだん雨が降り始めて、まあ、どちらかというと、まあ、能登半島あたりですね。まあ、そこを離れていくにつれて、まあ、だんだん雨が降ってきてると。で、まあ、
敦賀市でも、まあ、そこでも優しい雨でこだわるようですけども、3点、優しい雨でも3点で、高島市で降りたときに、ちょっと荒れてるんですよ。その動画は、今日の晩エクスポートして、まあ、明日ぐらいにアップロードしようとは思ってるんですけども、まあ、そこはちょっと電気代の都合で、夜のある程度電気料金が安くなってる時間帯、エクスポートさせてもらわなかったら、こっちももう持たないですから、電気代の方が。で、晴れてるから、まあ、僕は降りた頃、まあ、別に傘はささなくても、ほぼ傘はささなくてもいい状況なんですけども、まあ、晴れてると雨が上がってると。まあ、それ撮影しながら、まあ、言ってるんで、まあ、理解してると、理解できるかと思うんですけども、ロッテの試合をその日、まず最初に勝たせなければならないと。まあ、日程をね、先に確認しておいて。で、13時から先行して試合が行われますから、行われていましたから。で、なんとかね、逆転に成功して、9回まで来て、5対3の場面まで持ってこれたんですよ。で、阪神タイガースなどは14時からの試合で、まあ、試合中止になってるところもあって、まあ、ロッテの試合に取り組みやすかったんですよ。で、こちら見破ってるつもりでね、日本ハムの新庄監督に関して、阪神タイガースの流れがあるっていうことを見破りで伝えてるんですよ。で、その前日の、そのアジアクラブチャンピオンズリーグ決勝戦、勝ってる、なかなか大きな試合。で、その流れが阪神タイガースに来ていたせいか、そこでね、僕は言ってるんですよ。優しい雨で3点。で、高島市で、電車降りた時にね、ちょっと晴れてきてる、そこでも3点。で、その後、電車乗った後、また雨が降り始めてるから、優しい雨が。これで、3点、合計で9得点あるという計算なんですよ、こちらの方としては。そこでね、もう5対3で、もう9回表まで来た時に、日本ハムの方が、裏の攻撃なんですけども、まさかね、3点の行き先はね、日本ハムに横取りされて、もう順位的にもそう、順位的にも日本ハムそこそこの順位にいるでしょ？ちょっとソフトバンク、わけのわからない、ちょっと年をしたゲーム差になってますけども、もうエネルギーの残存量問題から言うことを、日本ハムはちゃんと下の方行ってもらわない。今までの優勝回数の話で見たとしても、戦後からの優勝回数で見たとしても、日本ハムも西武ライオンズもたくさん買ってきて、借金返済してる方なんです。ドーム2つ目作ったから勝たせろ。そんな話絶対受け入れられませんよ。エネルギーの残存の問題的にも。そんなの絶対無理だから、本当に。次々作っていくわけじゃないって、その、おとなしく札幌ドームにいてくれたらいいのに、余計わけわかんないことして。北海道なのにね、またややこしい名前の名称のところに、スタジアム作ってるんですよ。北広島市って。北広島市なんか普通いきなり言われたら、広島県で北広島市探すでしょ。見つかるわけがない。あったらあったで、ね、これね、同じ名前のシーンも日本中探したらね、これ多分あるかもしれません、本当に。まあ、蝶とかなってきたらもうまず間違いなく重複します。何が丘とか言い始めた。富士見が丘なんかいっぱいありますから。富士山を見る丘と書いて富士見が丘って、そんなところから見えるわけない。日本中いろんなところで富士見が丘とか、緑が丘とか結構あります。青山とか、青山町とかね。で、もうそんな状況なのに、昨日ロッテ勝たせてくれなくて、僕頑張って撮影しながら頭の中送ってるんですよ。それを日本ハムが横取りしたんですよ。横領です。横領事件。横領。民法の方で、民事事件の横領事件で、それ後で返してもらわなきゃ、ちゃんとロッテの試合で返してくれなきゃならない。そこ自動、もう僕の、ぼ、ぼ、もう僕の頭の中使っちゃダメ。本当に、本当に。大変なんだから、こっち本当に。
アジアチャンピオンズリーグがカップかの、あのクラブ代表戦の横浜 F マリノス勝った後、もうその日眠るの大変だったんですから、ちゃんとホテルの人に400円上乗せで両サイド、あの一応警戒しておいて、両サイド、お客さんがいないところの、部屋、に、宿泊させていただいて、電波でごちゃごちゃ言われてくるから、みたいな。こいつはもう言い返しちゃうから。大変本当に、大変です本当に。で、まあそこでね、すんなり5対3でにあのロッテが勝利を収めていれば、その後あの阪神タイガースと横浜 DeNA の試合で、あの横浜 DeNA が勝てるように、筒香選手だと思われる声で、あのサヨナラ勝ちに関して、まあ、了解というような、あのそこはね、あのよっしゃみたいな形での声だったのか、ちょっとよく分かりづらいんですけども、途中で声は聞こえてきてたんですよ。よし、こちらもよし、そういうシナリオでいくと。そこにさよなら勝ちでようこと。これ交流戦で日本ハムは横浜ベイスターズ戦で、ちゃんとお返ししてあげなきゃなんない、本当に本当に。で、阪神タイガースとしても横浜 DeNA 戦で、横浜 DeNA を勝たせてあげなきゃならない。そこ、それぐらいきっちり腹くくっておいた方がいい。そうじゃなかったら、今のあの負けの数があれだけ横浜 DeNA が先行してしまうと、リーグ優勝、これがとてつもなく難しくなる、なります、まず間違いなく。だからここをね、なんとかあのうまく制御しなければならない。まあ12球団交流戦とかもあるので、どうしてもつながりがある。だからまあそういう部分、昨日は、あの河川の撮影を歩きながらね、まあ心の声でスマートフォンに向かって述べてるんですけども、プロ野球、途中の、途中経過とかで、でその撮影してる時に、途中まではね、ロッテは4対2ぐらいでしたっけ、ですよね、最終回に3点入れられて逆転されてるから、まあ途中まで、まあちょっと何か忘れましたけども、4点からさらに1点上乗せされてた部分が、不法投棄だと思われる車、ナンバープレートとかがなくなってる車1箇所に、まあ30台ぐらいあった地点の撮影ですね。まあまあそれでロッテの方に、5点目が入ってる。で、片や、まあ、楽天さんも、勝たせなければならないという状況で、なぜか西武ライオンズさんが誤りの失点後 5点を取ってると。でそれもう見破って、で、さらに見破りで、追加点はなしですよっていうことを見破って言ってるんですよ。なのに西武ライオンズさんは6点目を取ってごまかそうとして、これもう勝負勝負、もうイニングとかで時間帯で見たら分かるから、14時からの試合で僕は何時ぐらいに、高島市の、東川のところ行ってるかとか、それも大体のところ言ってますから。で周りの風景とか状況とかでも時間帯割り出していったら分かりますから。で、まあ傘がね、まあ、風当たりがなかなか強くて、高島アナウンサー店にスリーカー送ってたでしょ、今まで。いろんな、もう政治経済いろんなこと含めて。で、あとプラスエネルギーの残存量問題で、あと滋賀県の琵琶湖のところも、あの、風、そのあたりもある程度の時期来たら吹いといた方がいいじゃないっていう、この話の整合性が大体合ってくるみたいな話で。いきしもね、あの、福井県で元気よく風力発電が、ぐるぐるぐる回ってたのが見えてたんですよ。で、風当たりが強くて、最後駅着いた時もう羽が何本か、こうちょっとおかしくなっていて、最後傘、あずも駅に着いた時に、ま、名前あずも駅だったと思うんですけども、あずも川の、河川の撮影が終わって、まあ途中でもね、撮影はできなかったんですけども、ガソリンスタンドは
倒産してほったらかしになってる。日曜日なのに本日定休日って書かれて、まあ、明らかにこれもほったらかしなんだろうなっていうようなガソリンスタンド、もう少し先歩いたもう一つガソリンスタンドが出てきましたからガソリンスタンドの近くにガソリンスタンドを作るっていう、あの横暴な、もともと作ってたとこ、そこそれプラスでなぜ作っちゃうのって、そんなことしたら売り上げ的に絶対そうなるじゃないっていう、もうまあそれで、まあ、そこも本当は撮影したかったんですけども、まあポツリポツリの雨が、まあ、駅に近づくにつれて降り始めてたんで、ちょっと早く駅に行かなきゃならないんだと。そこはあと1時間に1本なんですよ、基本的に電車途中までのところが。で、東駅に着いてから、まあ、もう少し本数が増えてた可能性があります。1時間に1本ではなかったみたいですね。途中まで の琵琶湖の西川湖西線って言うんですけども、湖西線で読み方合ってると思います。まさか泉西線の、まあ、可能性もあるといえば可能性はあるんですけども、まあ、湖西線のところは、途中までのところは1時間に1本なんですよ、昼間電車が。だから、まあ、乗り遅れるわけにもいかないですし、まあ、滋賀県ですから、まあ、三田のね、自分の下車する駅までたどり着かなきゃならないですから、そこから神戸電鉄に乗り換えて、で晩ご飯もスーパーマーケットに間に合うように買いに行きたいという状況があります。で、東駅に着いた時に傘を閉めようとした時に、なかなか閉まらなくて、で、まあ、一応こういろいろ試してみたんですけども、で最後まあなんとか力ずくでこう締めようとしたら、もうバキッてこう全部壊れちゃって、羽が折れて、羽というか骨の部分が折れて、いわゆる骨組みのところ折れて外れて、でもう潰れた傘をねこう持ちながら駅員さんに、すいません、これちょっと引き取ってもらえませんかと言ったんですけども、引き取ってもらえず、でとにかくまあ大阪駅まで行こうと。で、大阪駅まで着いて、まだご飯も食べてなかったんですよ。ご飯食べて1点取られたら悔しいじゃないですか。で、それぐらいの時刻でね、東駅ぐらいの時刻で、そう、ロッテと日本ハムの9回裏の場面なんですよ。早く試合終わらせたかったんですよ。こっちがね、こんなにひどい目に遭ってる時に、まさか横取りでね違うじゃない、その3点ちゃんと楽天さんに置いといてあげたり、横浜ベイスターズ、優しい雨の3点と、まあ、途中、まあ、その3点がどこに行ってるか分かんない、最初の雨の優しい雨の3点、もしかしたらロッテに行ってるかもしれない、他の得点とかありますから。で、高島駅がに降りた時の晴れは、そこがね、証拠になってるわけですから、いろいろ途中経過の試合がある、その晴れの3点は楽天さんの3点で、試合の時間帯で行くと、先に DeNA の試合を先に決着つけなきゃならないから、そこで3点で良かったと。ホームラン、さよなら。で、もう一度雨の3点で楽天の方に3点で、誤り失点5失点なしよということで、日本ハムも、楽天も、まあ阪神タイガースも一応記載してます。あと横浜 DeNA、 プロ野球界の 100番台のところに番号なしで、プロ野球界の順位と得点とか、その辺のところも、もう天気、これだけ世界中で台風消滅とか、もう僕が軸になって動いてるんですから、そこの採用権を私にも渡せてもらわなかったら、それは強引に全ての得点僕の頭だけでなんとかしようとか、そのトンネル途中撮影してる時に大体睡眠不足と、あとご飯我慢してるから、朝ルートインホテルのその朝食を食べた後、昼ごはんまだ我慢してるから、もうその時間だ、本当は夕食だから。大阪駅に着いた時の時間がすでにもう17時回ってます、完全に。で、駅員さんに聞いて、この傘、なんとかしてもらえませんかと。ああ、そしたらもうここに入れといてくれたらいいですか、ね。僕は1999年、
大阪ヒルトンホテルに勤務してた頃から多分そうなってたと思うんですよ。その前まではそうじゃなかったかもしれません。わかんないですよ。大阪駅は昔からそうだったかもしれませんけども、多くの駅のところで潰れた傘引き取ってくれないですよ。いや、そう聞かせましょう。子供が仕事してるんじゃないんだ。そんな俺なんかさ、持って困ってる乗車してるお客様の状況ちゃんと考えてあげて、ああ、もうそれぐらい、ちゃんと、もう、うちの方で引き取っておきますよね。これ、各どこの駅でもちゃんとしてあげなきゃなんない。だって、置き傘ぐらいは回収してるのに、潰れた傘は回収しませんで、そんな馬鹿げた話ないんですから、この日本中の駅員さん。社員教育。ちょっと役員さんも、各鉄道会社の役員さんと、もともと地方自治法とかで、鉄道に関しては各地方自治体がっていう部分があるんです。だから、まあ、各地方の議員さんも含めて、そんな情け容赦ないことちょっとあかんと。テレビのニュースがどれだけね、むちゃくちゃだったか。大阪駅、ちゃんとね、良心的にちゃんと引き取ってくる。もう、ここにそれ用のゴミ箱を用意してますから、もうここに、もう入れといてくれたらいいですからって、ちゃんとご案内していただいてね、対応してくれてるんですよ。本当に、自動改札機だらけになったら、そういう対応してくれる人がいなくなるから、えらいことになっちゃいますよ。人間何か絶対配置しておかなきゃなんだよ。本当に。駅の大きさに応じて。そこは絶対守らなきゃない。もうね、本当にもう。昔はね、大阪は柄が悪い、柄が悪いっていうようなテレビの放送ずっとしてたでしょ。どうします？それで近鉄バファローズとか大阪で行くと。もしかしたら阪神タイガースを巻き込まれていた方かもしれない。兵庫県に昔はオリックスがあったから、兵庫県に2球団あった。阪神タイガースと。で、あと、他の都道府県の人で、大阪ファンが、大阪ファンがっていうことを、甲子園球場を映しながら言うでしょう。あんまりよく甲子園球場が兵庫県の西宮市にあるっていうことを知らない人たちからすると、甲子園が大阪にあると勘違いしちゃうんですよ。子供の頃の僕、兵庫県に住んでおいて。小学生ぐらいの頃。で、甲子園球場に行ってみて、あ、兵庫県にあるんだと、西宮市にあるんだということがだんだんインプットされていくんですよ。で、17時半ぐらいですね。結局、もう行きやと、もうここでご飯食べなかった。まあ、食べなかったら、三田市まで、もう、降りない予定ですから、まあ、そこでね、ある程度の値段の、まあ、立ち食いうどんのところで、まあ、肉そばと、まあ、天丼といえば天丼、鶏の唐揚げの天丼のセットを食べてと。だからそこまで勝負ごとに徹してるのは徹してたんですけど。ごめんなさいね、本当に横浜 DeNA の皆さん。もう僕もね、もう、その阪神タイガースの3連戦で、阪神タイガースがちゃんと3連敗しておけばね、横浜 DeNA さんがだいぶ、首位に近づいてくると、そういう状況は出来上がってたんですけど、逆に阪神タイガースが2勝1敗で、横浜 DeNA さんからしたら1勝2敗でしょ。余計差ついちゃって。もう本当にもう申し訳ない。もうルールが何かよくわかんないんですよ。被災地の人を狙ってはならないルールとか、今はいっぱいいろんなルールがあるんですよ、事実としてね。まあ僕も仕事で行ってるようなものですから、そういったものを狙ってはならないとか、そうなってくると、本当は早めにその試合の時間帯ぐらいにご飯食べていったら、全部うまく稼働していたかもしれないんですよ。もう僕もね、もうルールの調査からしてもうよくわからない、もうちょっと。多分コンピューターしか分からなくなる。それかその日みんなが正直に自分たちどういう風に聞こえてきて、どう対応した、どういう風に言葉を使ったとか、心の中でどういう風に考えていたとか、全員の聞き取り調査で、それルール解明していかなかったら。もう、ここ、もう、世界中の政府の首脳会談でね、未来の時間軸からの僕からの心の声で、なかなか会議が進まないとき。
シンプルイズベストって心の中で、ここまで力強くは言ってないんですよ、やんわりとした口調で、心の声の方でシンプルイズベストっていうことを伝えたら、もうお互いの首脳同士は笑顔で握手して、ややこしい法律の山と書類のタコ、こんなにたくさん外交をされても全部が全部思い出せるかって言ったら、もうそれはそれでもうこっちはこの件で手いっぱい、あっちこっちへ外交の人たちがノックダウンされてる。シンプルイズベスト、もうエネルギーの残存量問題、もうこれで進めていかなきゃなんない。特に今のゲーム差を考えると、それで、ね、東京ドーム、まあ読売ジャイアンツの勢いがなくなるのと、福岡ソフトバンク、ここが一番今大問題じゃん。こんなごまだペナントレース始まってまだ一月半経過したかどうかなのに、5ゲーム差も一チームでつけちゃって、どうすんのと厚かましい。違う、ドーム作っちゃったところでちゃんと次に持ってもらわなきゃならないが、今までちゃんと優勝何回もしましたね。その前のダイエーホークスでコテンパンにやられたの覚えてます。そこで僕もなんとか交流戦というものを作って、ソフトバンクホークスが勝てるようにって、もう今から逆だから、ソフトバンクホークスが一気にそこも失墜していくから、シーズン終わった後どうなるか、結構お客さんが来てました。まあ売り上げの部分はね、それでどうとでもなるんですよ、結局途中までお客さんがたくさん来てくれて、今日これよっぽどね、交流戦まで待てるかって言ったら待てませんよ、この時期で5ゲーム差もつけられたら。昨日もロッテが攻めて買ってくれといたらね、楽天も横取りされなかったら得点見破られてるんだから、西武ライオンズの人たちもね、ちゃんと対応してくれなかった、まあ西武ライオンズの人たちチームの勝率が2割台だったから、それ見た瞬間僕もうって思ったんです。そこまで鬼になったらあかんような気がするとか、けど一番状況厳しいのは絶対楽天なんですよ。楽天売り上げ的にもで、ちゃんと屋根がない、ある意味西武ライオンズとしては西武鉄道があるから、両方の売り上げ包み帝国と呼ばれてた頃があって、僕はね小学生の頃阪神タイガース日本一戦後初になったわけじゃないですか、1985年、僕は小学生の頃ですよ、弟が生まれてくる頃の、母親のお腹の中に弟がいた頃、まあそういう頃はね、父親に言われてました。遊ばん方がいいということで。まあその頃父親は末広というステーキの、まあ関西のある程度で十何店舗ほどあったチェーン店で、まあまあそれなりに名前は一部の人たちには通ってたステーキ屋さんで働いていてと。まあ、そこにまあ食べに来てくれたりうんぬんとか、阪神タイガースの選手の人とかがっていう話も聞いたことはあります。大阪で働いてたはずなんですけどね、父は大阪の方ので、まあ父親はその後まあいくつかの仕事を経過して警察審査委員会のメンバーになってるんですけども、六法全書を広げた方で、で、まあ昨日その後そのもうクタクタになって、もう大阪でやっと傘を引き取ってもらえてね、それを持って滋賀県通り越して京都通り越して、今日さすがに京都まで来ると結構お客さん乗ってますから、それぐらいの時間帯も帰宅ぐらいの時間帯とか通勤の時間帯の人たちの、早い帰宅時間の方たちと時間帯が重なってくるわけじゃないですか、まあ、学生さんでいうと部活動の人たちとか、そこで昼ご飯をやっと17時半ぐらいに食べて、でやっと一心落ち着いて、もう帰りなんかもうヤクルト対巨人の試合があったんですけども、もう
もういいわと、もう小谷市の方もうええわと思って、もう帰りの電車、大阪からの、まあ、笹山行きかな、まあそういうふうな快速電車に乗った時に、まあ途中でまあ Wi-Fi がつながらなかったりとかあったんですけども、まあまあ、あの音楽聴いたりとか動画を見たりとかしていて、気がついたで、今度三田市と三田駅通り過ぎて、一番危ないのはね、新三田を通り過ぎたら大変なんですよ。次のその次の広野駅で気がついたんですけども、動画とか集中しすぎて乗り過ぎてしまって、まあそこは昔からいろんな鉄道会社の人たちとは話が決着ついてるんですけども、ちゃんと別にそこでもう無理やり降りてお金払わなくていいから、あの、乗り過ぎぐらいあるから、もう他の鉄道でもそうなってるって話僕らも聞いてるからっていうことで、あの、そこはもう別にね、あの、反対側の、あの駅行って、まあまあ場所によっては、単線のところは、まあ、まあ、戻っていく電車が来るまで待っといてくれたらいいんですけど、まあ、これは一般人の人向けにも言ってるんですけどまあ電車なかなか止まってそこでね、あの広野駅で、まあ、あの歯磨いたりとかして電車待ってまたね、それがね、こういう格好、中一応ね、これセーターとか着込んでるんですけど、それでもね、そのぐらいの時間帯になったらね、まあやっぱりだいぶ山の中っていうこともあって、まあ天気も悪かった、でまあ駅の方も寒かったと思って広野駅で、気がついてなんとか下車して、その僕を写真撮りに来てる人その人も多分電波って聞こえてきてるんでしょうね、淡井さんが広野に来てるとか何回か乗り過ぎて広野駅でなんとか気がついて、あの下車してるんですけども、まあ、気がついたらあっという間に到着してた方で、まあその後、まあ、家に、まあ、帰ってきてるんですけども、まあ読売ジャイアンツもどうやら僕側だったみたいですね。帰りの電車の中でもね、あの音楽聴いたりとかしてだと思いますよ。分からないですよ、その音楽聞いていたところの音楽関係のところから力をヤクルトスワローズは借りてたのかもしれないですし、僕はもうその時間帯も完全に、もうどうでもいいやっていう形になってましたから。わかんないですよ。その前日の世界戦云々とか、僕はそこまで生活保護者で、ここまで続いています。河川の撮影とか実費で、今年もちろんまだ、風呂焚いてないですよ、自宅で。全部シャワーで済ましてますから、そこまで気合いの入った。います、エレミナさんと。まあ今日の動画いろいろアップロードしてますけども、だいぶ明るくなってきてます太陽光パネル雨降っていいよが何しようが、あの人日照効率上げてくるからまあね、まあまあ、あの牽制ぐらいでね、まあ言っときますけども、神がかり的な力、1対1淡井圭介と勝てるような気しますってあのような人たちが見てますよ味方してくれますよ天の神様も雨の降り方見たら分かるってちゃんと今度岡場駅着いてからもう雨ほとんど降ってないんですよ。たまにポツポツぐらいはあるかなぐらいで、ちゃんと家帰ってこれてるんですよ。で、買い物行ってる時もそういう状態。まあ、たまにポツッと雨が落ちてくるかなぐらいで。あとね、広野駅着いた時ね、雲の流れ方を見ると、南から北に向かって風が吹いてましたね。だから天気の図の、西から東っていうのは、どうやらっていうところですね。だから雲の動きを、一回止まって上空見上げて、どちらが北でどちらが南か、大体の位置でいいですから、雲がどう流れてるかっていうのを確認したら、まあ大体のことが分かるんですよまあというわけです。まあ休みの日なんですけども、まあこういう日じゃなかったら、こう気軽にこう笑いながらこう喋ることができないスタジアムの解説席楽しそうに会話している人たち
それは多分もう僕がこんなに試合中ね、笑わないで頑張って頭仲間でかして取り込んでるの、しかもテレビの画面なしですよ。昨日現場撮影しながらですよ。テク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 歩いて本当に、はあ、どれだけ頑張ってるか。またね、だいぶ今日差しがこう明るくなってきてます。まあ、というわけで、まあ、プロ野球の方、プロ野球業界の方たちへのメッセージで、まあね、ルールに関して、複雑化しすぎて僕もね、とにかく僕が昨日一番悔しい思いをしたと。まあ、そういうふうなところでね、ご理解していただけたらなと思います。あとは、まあ、横浜ベイスターズファンとか、まあ、楽天とかロッテのファンの皆さん、へのメッセージなんですけれども、まあ勝つ方向で物事進めてたんですけどね、まあもうできる限りのことはしてるつもりなんですけども、残念ながらという形がありまして、まああとはもう上の方の順位にいる球団の人たちがもうどうしなきゃならないかはもう分かってますよね。今の段階で言うとソフトバンクさんと日本ハムさんと、あとは読売ジャイアンツさんと、阪神タイガースもそうなんですけども、まあ岡田監督の絵はっていう声が聞こえてきてるんですけども、まあ、たまにね、昨日の帰りの動画でね、昨日のその残念ながら1対0で阪神タイガース、まだピッチャーが再ある気でしょ。だから、釜ヶ発電のこととかも言ってるんですよ、撮影しながら。まあ、頭の中でもそれは絶対考えますし、撮影しながら倒木とか枯れてる竹とかを見ると解体しなきゃならない家屋も含めてなんですけど もうそれは完封するでしょうみたいな形にもまあ見えるんですよね。だって僕は生活保護者でね、実費でそこまで被災地とか撮影して、そこまで歩いて現場とか撮影してバスとか利用しない、車販売しすぎてバスが本数なくなっちゃってるんです。もうこうなったら競馬界がバシャバシャ、そういうちょうど話の整合性がある。田んぼの周りとかの余計な草とか食べてもらわなきゃならないですから。あと5月、まあ4月とかね、まあ3月下旬とかもそうなんですけども、まあ大体の地域で田んぼから生えてきてる余計な草とかも、馬に食べてもらったらいいと。それでまあまあまあ都市部から離れたところはまあ馬車を走らせてと。まあ話がねもうだいぶ長くなり始めたんで、もうこれくらいにしておきますね。休みの日もだいぶこの後ね、さすがにちょっと電気代の話と、あと、まあ、この撮影も自分の目に悪いですから、あんまりパソコンとかとも使ってたら。まあ、今日は休みの日ということで、漫画の本を借りに行こうと思ってるんですよ、ゲオに。で、ただしゲオに行くときに、ちょっとね、刑法175条に、アダルトコーナー抵触すると。で、まあ、その法律名と、あと、わいせつな画像に関する法律だとか、もうこういう法律、いろんな法律を全部閉鎖してくるからと、つながってくるからと。まあまあ、ゲオだけでも組織的な犯罪になってくるんですけども、まあ、その組織的な犯罪とか、まあ、そういうようなことになってくるから、すぐにアダルトコーナー撤去しなさいということで、書類でね、300番台に、ホームページは IKS けど、2期の300番台に、もう法律名と第何条まで、記載して、明確に、公開してるものがあるんですよ。それちょっとプリントして、持っていって、まあもう渡しておこうかなと。で、その後、今までのパターンで言うと、そのアダルトコーナーが置かれてるところに漫画の本を、借りてるの、大体まあ、ワンピースとか、キングダムとか、まあ、大体まあ、少年誌範囲のところ、まあ、キングダムは少年誌じゃないんでしょうけども、まあ、大体その範囲で収まるようなところで、まあ、借りてるのに、その後、まあ、ややこしい奴らと遭遇したりだとか、まあ、それがあるから、もうその書類持って行った後に、
まあ、警察に一応、まあ、今までのパターンで言う多分ややこしい連中出てきますからと、それプラス、もう書類に書いて持っていきましたからと、まあ、それは後で通報しようかなと思ってます。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定と、まあ、青井さんの動画、見ておいた方がいいよと、まあ、身の回りの方に勧めていただいたり、あとは着信通知の設定ですね。まあ、能登半島の撮影とか、あの映像とか、僕の言ってる内容とか、あと、まあ、総理とか内閣の人たちに、どういうふうな対応の仕方をするべきかっていうことを伝えてる内容とか、まあ、そういったことはなかなか貴重ですので、まあ、ご覧になられる時間のある方は、まあ、引退された方とかで、まあ、一応一通り目を通しといてもらった方がいいんじゃないかなとは思いますね。あの災害が発生した時にどう対応していくかっていう、まあ、知識と、まあ、何が起きるかっていうところでどういうふうに復旧していくか、まあ、大体水道管が手強いですね、復旧に関して。まあその能登半島の方たちのところ、七尾駅のすぐ下車したところとかでも、そのラーメン屋さんでガスボンベを、建物の横にくっつけて、で、まあ、調理されてる、仕事されてるっていうのは現実であって、都市ガスっていうものはそう簡単に引けるものではないっていうことをね、まあ皆さん理解していただけたらなと思います。だからガス管、水道管は本当に引かなきゃならないから、地面の中だから、それはなかなか復旧順番に、ダムのところから、順番に、ダムというよりも、まあ、浄水場をといった方がいいかもしれませんけども、まあ、そういうところ、まあまあ、ダムのところも含めてですね、もし何か破損とかがあれば、まあ、順番に、つなげていくっていう作業で、なかなかそれは時間がかかる。まあ、あとは見てもらったらいいです。以上です。あ、まあまあ、自然とは別に狙ってたわけじゃないんですけど、やっぱり一郎さんと同じ51本っていう形になりますね。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。着信通知などご対応のほど、チャンネル登録などご対応のほどよろしくお願いいたします。